いです。気ままにクイズです。今日の企画は、気になってると思うんですよ。私たちが生態、3人の生態、それをちょっと、まあ皆さんにもちょっと生態を教えてもいいんじゃないかみたいな、うちらのこと、うん、教えてあげてもいいよみたいな感じで、まあとりあえず私たち仲いい、仲いいですよ。仲いいですかね。仲いいけど。ここにテラップで毎日喧嘩してるってなって。仲いいですよ。あの動画見ていただけてると分かるように、こんなね、体を張ってやってる3人なんで仲はいいんですよ、すごく。でもちょっとそのまあ本当に仲いいのみたいなところを紐解いていきたいと思います。はい、ではレッツゴー。お願いします。いきます。私には2匹のかわいい猫ちゃんがいます。ペットです。一匹はミミちゃんです。もう一匹の猫の名前は何でしょう？10秒です。違う覚え方してるから無理。なんだっけ？7、6、5、4、3、2、1、終了でーす。はい、じゃあせーので見せて、一回でいいですかね。ちなみにさ、変換してるよね、名前結構。何回か変わってらっしゃってるから。4個ぐらいある。そう。その4個のうち1個当たればいいってこと？今の名前教えてほしい。現在の進行形の7の2匹目の、1匹、まあ、正確には1匹目なんですけど。そう、1匹目の。最初に買った猫の名前。いきます。せーの。小中小太郎ゆっちゃんでーす。え、チュなの？今はチュチュ。一番最初はタロウ。タロウからチュー太郎先生とか名前が変わってって、今はチュー太郎先生に言ったの。シャーで覚えてるから。そうです。終わったと思ったもん。ミミですが、ね、あ、終わったと思って、もうシャーしかわかんない。ゆるきの方が私をこう愛してるっていうアイポイントみたいなのが一個あるってことですね。はい。アイ。でれん。私の世界で最も好きな食べ物は、なんだ。待って、メイの世界で好きな食べ物。あ、分かった。え？いや。あ、10とかやんなきゃいけないんだよね。5、4、8、7、6、5、4、3、2、1。せーの。フィナンシェ。メロン。正解者はいません。超好きじゃん。好きだね。好きだね。これメロンはそう好きじゃなくね。メロンは好きですが、うん、アレルギーになったため、あ、そうだ、食べれません。まあ好きだけど、一番好きなのはもう、いや、ずっと言ってるフライドポテト。あ、ちなみにどこ、あ、どこか、じゃあ当てていい、ちょっと、どこか、ちょっといい、バカな、いや、どこのフライドポテトか、ちなみに、お題、はい、ちなみに聞いて、ちなみにポテトの中でもどこのポテトが好きでしょうか。はい、ノーマルとは限りません。うわっ、見てやろう。今、え、でもどこのだよ。お願いします。はい、せーの、マクドナルド。ああ、だってどこのだよ。いや、フリフリポテトで。シャカシャカポテトね。シャカシャカポテトだけ。正解者はなんといません。前回どこのが好きなの。一番好きなのはシェイクシャックのポテト。あのギザギザしてるね。チーズかかってない。一番好き。でもそれは2番目に好き。結構上位。シャカシューが一番好きなケーキは何でしょうか。イージー。マジ。テレ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 5、4、3、2、1。え、マジで分かんないわ。どうぞ。
ケーキ。ショートケーキ。正解者はなんといます。そっちやろ、そっちやろ。なんでそっちかもしれない。定番行くかもしれない。なんとメイです。フルーツケーキ、私に私に買う、なんかさ買ってくれるケーキ。え、全然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 、うん、なのにケーキ買ってったことないよ。あるよ、なんか誕生日にさ去年さちっちゃいケーキさ2つ買ってくれて。え、ショートケーキなんて1個も買ってくれることない。何それ、だってユウが好きなのだってショートケーキだから。ナナの好みを選んで。いや、やったショートケーキでーす。もうね、生クリームのショートケーキが大好きです、本当に。確かにね、フルーツケーキ、フルーツケーキって泣いてんじゃん。え、去年言うナナにはフルーツケーキを買ってた。フルーツケーキってちっちゃいなんか聞いてくれた。え、なんかあの赤いさ、なんかこういうさゼリーみたいなのさ。え、ユウじゃないよ、雪だよ。そう、記憶ないわ、まあ、やばいね、はい、仲間割れです仲間割れです、はい、次のいきます。はい、気を取り直して、それうちじゃない、あげたの。でもね、ユウだとあのさ、ドトールでさはい、私が家に帰って一番最初にすることは何です。手を洗ってうがいをした後にすることは何でしょう。はい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 、はい、私わかります。家帰って一番最初にすること、手洗いがいいの。前でも後でも、前でも後でも、でもとりあえず家に帰って一番最初にすること、手洗いが以外です。え、家の中に入ってから、うん、行きます。あ、2個ある2個ある2個あるけどさ、うん、これが印象的なんだよな、ユウの中で。多分ユウキはわかると思う。で、わかんなかったらすごい言われたもんだって、ユウナナチ言った時、あ、もう触らないみたいな感じで、あ、みたいな感じで、すごいもう鬼嫁のように、はい、いいわ。はい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 、下がったやつ、お願いします。せーの、アルコール消毒。おお、すごい、当たり。イエーイ。やから言ってくるもんね。はい、それしかほぼ言ってこない波の勢いでくる。 iPhone も拭いて、 iPhone も携帯ある、カバンも拭いて、はい、カバンとか言ってきます。はい、すごいですね。何ポイントか分かんないけど、あ、いきます。はい、でれん、私の一番得意な料理は何でしょうか。はい、これね、言うわかる。え、マジで、え、でも漢字が分かんない。え、ひらがなでいい、漢字が分かんない、漢字が分かんない。ちょっと待って待って待って、漢字が分かんない。あ、なんかさ、すごいことやでしょ。え、そうだと思った。あ、いいこと使ってる。でも、え、違うけど、まあいいや。そう、漢字が分かんない。何だろう、ちょっと見てない、ダメだから。見てない見てない見てない。一回書いた、でも多分これは言ってるっていうか、ストーリーとかでも結構出してるつもりだから。え、そういう、それで見てるけど、ちょっと違うんだけど、いっぱい乗せるじゃん、ご飯。そうそう、いっぱい乗せるけど、もうよくできたみたいな、毎回よくできてんじゃん。なんかさ、よくできてないかもしれないじゃん。なんか、個人的にすごいと思って、マイクしかも結構作ってるなと思ってるもの。あー、今ちょっと近いかもしれない。待って、いいよ。でも漢字じゃないってことは。いや、漢字がカタカナ。カタカナ？カタカナ？漢字なんだよな、でも。いいですか、お願いします。はい。せーの、魚の煮付け。あー。カレー。え、メイ、カレー乗せてる？煮付けなの乗せてない？乗せてるね。この中に正解者はなんといません。カレーはさ、もうルーなんよ、ね、そう。ただ切ってさ、煮込むだけなんよ。それは料理とは言わん。チンジャオロースだけ違う？違う、豚汁。あー、煮つけのイメージが強いわ。あー、煮つけ、まあ確かに煮つけもそうね、うん、煮つけも得意、ね、得意分野ではあるわ。でしょ。じゃあだけどさ、ね、簡単だからさ、ほぼ正解。じゃあ言う1ポイント。マジか。豚汁からのほぼ正解じゃねえか。全然違くない、煮つけと豚汁。でも魚系はやっぱ得意だから。高校の時に一番簡単だ、簡単、簡単だよ、本当。一番好きだった先生は誰でしょうか。え、あ、分かった分かった、めっちゃイージーや、こんな、うん、イージーです。これはもう、これはもうイージーだ。だって高校の先生とかも全然覚えてないんだけど。え、これは私、メイが答えられなかったら悲しい。え、ユウも悲しい、ね、悲しいよね。え、みんな好きじゃん。そのレベル、みんな好き、みんなってか、うん、結構
え、あ、違うかも。ナナはもしかしたら違うかもしれない。なんで？わかんない。違う人答えてくるかもしれない。まあ、確かに私部活入ってたし。え、違う。関係なくなったね。待って。違う。違う。わかった。いや、多分ね、2択あるかもしれない。あー、2個あったわ。でしょ？あ、もう1個あったわ。出てきたわ。でもこっちを信じたい。いや、待って。先生の名前が1人しか出てこない。いや、それの人書いてる。いいよ。その人で、ね、待って。関わりないかもしれないよね。言うかね。いや、うちらみんな関わってる。ちなみに先生でいいんだよね。うちらもう高3の時にすっごいお世話になってる。高 3？ え、来てる、うん、あー、じゃあ正解では。すごいわ。みんな好き、もう絶対好きよね、みんな、うん、もうみんな好きじゃないよ、これの人のこと。待って、この人のことみんな好きではないわ。え、じゃあ違うか。え、先生だよね。うん、先生。ちょっと待って、先生の名前が本当にダメ。これでいくわ。ちょっと一回書いとけじゃん。高校、ちなみに私たち3人は高校が一緒です。はい。それでは、私が高校生時代に一番好きだった先生。絶対ない。せーの、はい。小松。小松。で絶対こっちで来ると思ったよ、うん、でも私もう一人いて。待って、じゃあそのもナナが思うもう一人の先生お願いします。ひさこ、あの図書館にいた人。違う。ねえ、忘れてる。ねえ、忘れてる。うちらが高3の時に一番お世話になったのタマルだろ。いや、タマルはさ好きじゃないよね。嘘嘘。ただイージーだったけど、うん、別にそういうのじゃない。なんかそのうちみたいな感じで、うん、先生ってなったら小松が一番良かったから。先生だよね、たまるは。友達はね。しかも被災のが好きだったらおもろいじゃん。図書館にいた被災、ね、貯金2000万ぐらいあるつけてよね、被災。これおもろいわ。じゃあ私たちのこと知っていただけたということで、第1回は終わりですね。はい、また機会があれば第2回も、はい、やってまいりたいと思います、はい、こんな感じで私たちのことをちょっとは知ってくれたでしょうか。ぜひこれからも私たちのことをよく知っていってください。よく知っていってください。気ままにクイズでした。